どうもゆかしです。こんにちは。今日なんですけど、まあシリコンバレー企業の訪問が全て終わって、もうすぐね日本に帰国するところなんですけど、今日はこのね、このアメリカの旅の期間でね、もうね私は楽しかった。もちろんすごい楽しかったですよ。でもね本当に大変だったんですよ。でこの旅でうわマジかって思ったことが50個から60個ぐらいあったんですよね。なのでそれをね一つずつ淡々と紹介していきたいと思います。しゅんくんにここに来てもらって、ちゃんとね噛み締めてもらおうと思っています。はい、どうぞ。はい、やばいことなんてないよ一個もやばいことしかない。やばいことしかな ないよ。今回しゅんくんキャリーバッグ持ってきてない。はい、これ1個目それはいいやん。キャリーバッグ持ってきてない、2つ目、はい、でキャリーバッグ持ってこないくせに、コンタクトの洗浄液とか、あとなんだあれ、シーブリーズをリュックに入れてそのまま飛行機に搭乗しようとして液体で止められるでそれを私の荷物に入れる。これ2、3ね2個目3個目。え、やばくないみたいな。恥ずかしいね。でもいい思い出だねそれとなんかまあ旅のちょっと前の話で言えば、なんかでこうちゃん、うちらさ飛行機のチケット取った時さアポゼロって聞いてた？聞いてない。うちらめっちゃちゃんアポ取ってあるみたいな感じで聞いていて、それであオフィス訪問できるんだみたいな感じで参戦したよね。でもねアポゼロってね、さっきツイッターでつぶやいててえみたいな、うちら騙されてたのみたいな。はい、4個目でした。分解あります、はい、アポゼロっていうのは制約、決まっている制約がゼロっていうわけで、動き出してはいました。つまり取れそうとか何社かつなげてもらったりとかっていうのはあったので、ある程度賞賛でちゃんとなるなっていう覚悟と、賞賛があったので誘いました。賞賛があったそうですよ。まあ、ありましたね、あったあった。はい、次5、平らな道でこける3回です。それはいいやん。かける3。でなんかさ、なんかいいんだよ別に、転んでもいいんだけど、なんかさその後こっち見んだよね。なんか何か反応してほしいみたいな。はーって感じでした。はい、6、道案内をしない。しゅんくん助手席でずっとカメラ撮ってたりしてたんですけど、アメリカってすごい交通量も多くて道も複雑 で左ハンドルだしすごい大変 で助手席に座るけど道案内しなかったね最初。こうやってぼーっとして、いい天気だねあんまりしろよみたいな。これはごめんだわ、本当に。本当だよ。次6個目。まあだんだんね、悪いなと思って地図でね道案内し始めてくれたと思うんですけど、右と左を間違えるっていうね、保育園の子かなみたいな。右あ、左だった。曲がり切ってから左と言うんですよね。運転手の人がさ、スマホ見るのやっぱ大変だから助手席がやっぱサポートしなきゃいけないじゃん。そうなんだよ、俺もサポートしたい気持ちは山々なんだよ。サポートするとマイナスに、そうマイナスになるから、だからゼロのままの方がねプラスになるっていう。なるほどね。7つ目は靴下の左右が非対称。それ誰にも迷惑かけてないやん。でもまあなんか外国はずっと靴履いてるからいいかもしれないけど、日本って靴脱いだりした時になんかやっぱダサいよ。なんか失礼だし、ちゃんとして。はい、8個目2日間同じ服を着る。まあそりゃさ、キャリーバッグで来なかったらその洗ってないです服をさ、ねえだって2着しか持ってきてないんですよ、しゅんくん。で2日間同じさ服着てさ、しかもサンフランシスコ異常気象で40度ぐらいあってさ汗びっしりあった T シャツ4日連続で違うそれは違う、あれは乾いたから大丈夫、汗がね。はい、9個目は朝の4時にシャワーに入ってエアビーのホストにうるせえって怒られる。でエアビーのホストと連絡取ってるの私だったから、私にうるさいって連絡来るんですよ。でもう何なの、なんで代わりに私が受け止めなきゃいけないのみたいな。でなんか壁が薄いとかさ、他の人の お家にね来ているっていう自覚があったのかなと思いました。はい、それは確かにごめんなさいだね。はい、本当にごめんなさい。ホストに謝ってください。ごめんなさい。次11個目、道案内しながら寝る
これはそうですね、テンダーなんだっけな、テンダーロインっていうちょっと治安が悪い地区を車で走っていて、で夜も暗くって、でしゅんくんと2人で道案内してたんですけど、で2つ目的地があって、で1個目の目的地を私が見ていて、2個目の目的地をしゅんくんが見ていて、その2個目の目的地の部分でその時になんかみたいな。そうそうそう、暗くて自覚なかったんだよね。みんなが緊張しながら運転してる中で一人だけ寝るっていう。違う、大物ぶりよね。すごいよね。まあ、さすが社長だなって思ったよね。違う。逆に尊敬。俺も怖かった。俺も怖かったんだけど、意識が飛んだんだよあの時は。そうですか。はい、じゃあ次、次はですね、これは、まあ、飛行機の時って、まあ、女性って多分ほとんどの人がすっぴんで乗ったり、やっぱ16時間とかも乗るので、私化粧落としてマスクしてたんですよ。なんですけど、すっぴんで写真撮ろうとしてくるし、はい、ゆかしサムネ撮るよとか、しゅんくんは、いや、ゆかし全然すっぴんでも大丈夫だよとか言ってくれるけど、なんか女性の気持ち考えてないよね、そもそもって感じ。はい、次はですね、あのだんだんあのエアビ宿でもう2人して迷惑したことなんですけど、まず帰ってきた瞬間にソファーで寝る。ソファー1個しかなくって、みんなで座ってたのに、1日目着いた時みんなでどうするとか計画話した時はもうね、その次の時からね、もう家帰ってソファーでゴロン、1個しかないソファーを独占し始めた。で4時に起きてシャワー浴びて、迷惑ホストに迷惑かけるっていうことで、ソファーで寝て、ソファーで独占、荷物もね、散らかして、はい、次、人のサングラスを地べたに置く。でなんかね、まあ置いちゃったとかならわかる、もう平然と置いて、ゆかしのサングラスだったんですけど、マジ懐かしいな、ゆかしのサングラスだったんですけど、ゆかしサングラス貸してあげて、でもかもうアスファルトにポンって置いて、え、誰かが踏んだり忘れたりしたらどうすんのって、あれなんでなんだろうね、知らない、自分で聞いて。はい、次、まあ荷物を散らかす。で、荷物散らかした後にいつも言う言葉、あれ、これどこやったっけみたいな、これどこやったっけ、必ずなくします。 そしてうちらに探させると。探させてない。しゅんくんはあの、これどこやったっけと言ってうちらを動かせる、動かさせる、探してもらえると思っている、思っている、大体ある、うん、すぐ近くにある。はい、そして次です。これはトイレ事情なんですけど、またタッチション、蓋を閉めない、だってタッチションはしてない、注意しないと絶対にやってません。そうですか、待って、それは違う、タッチションはしてないってやってるじゃないですか。まあ、確かに最初の方の宿はしなかったのなんですけど、新しい宿に行ってしゅんくんがお風呂上がったちょい後に行ったらタッチションの跡があった。いや待って、俺本当にしてないよ。うわ、みんなで使うとこだからね。え、じゃあ本当にしてないって。うーん、でもこういう時にもうね、待って、もう他の宿泊者の人たちもいっぱいいたやんか。で、俺の後にすぐ入った人もいるから、まあ、その人かは分からないけど、俺は本当にやってない。打席ってやつですね。はい、次、変換器をなくす。これはですね、あの日本から韓国のインチョンまでの飛行機の間に起こった出来事なんですけど、しゅんくんがこう SD カードをパソコンに転送するための変換器を飛行機で紛失してしまったんですよね。まあ、紛失した理由もわからなくもない。だいたい新幹線と飛行機の前ポケットって忘れやすいって一番言われてるところに大量に物を入れるんですよ。忘れないようにここに入れようとか言って、自分のところだけじゃなくって、私のところとかこうちゃんのところとかに入れるんですよ。いやいや、しかも勝手にだよ、うちら気づくわけないじゃんって感じでも、え、そこまで気配んなきゃいけないんですか我々って感じですね。でね、買おうと思ったんだけどなかなか買えなくって、アメリカに来てね、ベストバイっていうところで7000円ぐらいかけて買いましたね。はい、いい思い出だわ。はい、でまた飛行機エピソードなんですけど、まあ、アメリカまでのフライトって結構長いので、こうなんかしゅんくんね、本持ってきてて、まあ、ユーコスの本とか、まあ、割と飛行機の中では読みやすいと思うんですけど、企業の科学とか、重め、なんちゃらファイナンスみたいな、その重めの辞書のような分厚い本を出すんですよ。出してちょっと1ページ2ページ途中までのとこ開いて、ああ頑張るんだなと思って3分後右を向いたら寝てたの。
それはもうほっといてほしい。シュン、これ飛行機で読む？読む？大丈夫、読むって言ったの。うん、読むって言って見たら寝てる。寝てる。結局読んだら見たことない。覚えてないマジで、それは覚えてないよ。でそしてクレジットカードをやっぱアメリカに持ってくんだったらパスポートとクレカ絶対に忘れちゃいけないよ、こっち割とキャッシュレスも進んでるから忘れちゃいけないよって言われてるのに、出国する寸前に、あ、俺ないかもクレジットカードって言い出すんですよ。いや、ないかもじゃなくてまず探せって感じだし、いや、まずないってことがありえないよねみたいな。でも結局あったんですよ。さらにさらに1回払ったらカードの上限1万円になったんですよ。やばくないですか。まず出国前にそのカードの上限額の調整とかできるはずなのに、なんか君はどんな準備をしてきたのって思ったんですよね。ちゃんとね、いろいろ想定しててください、本当に。はい、そして次、スケジュールを共有しない。なんか何日の何時とかは分かるんだけど、何分間なのかとか、どこでなのか、どういう人なのか、誰なのかとか全然共有してもらえなくって、行程表も誰もね、本当なら多分しゅんくんがちょっと作ってもいいんじゃないかなと思ったんだよね。でなんかもう時間と行くところしか言ってもらえなくって、ここで何するのかとか、だから気づいたら Google が2つあって、同じとこ見るんじゃないのって言ったら、あ、違ったみたいな。 Google クラウドと Google プレックスで全然違って、まあ、そこは楽しめたんですけど、そういうスケジュールの共有が圧倒的に足りない、うん、プラススケジュールを管理しないんですよ。次のアポに気づくの30分前とかなんですよね。であと日程調整の時も移動時間控除しない。1時間42分かかるところなのに30分で行けると勘違いする。多分ね、場所調べてないんだろうね。あれ、どこ昨日行ってたっけっていうのが、もう全人事とか全 社会人の方に対して全部、そう、前日の行ったところをほぼ忘れてて、そう、あと家どこに住んでるのとか、今どこに滞在してるのとか、いつ帰るの、今何日目、答えてんのここだからね。もうそれで覚えました。はい、そしてですね、はい、夜中に歌う、なんだっけ、タピオカの音だよね。タタタタピタピタタタタピタピタタタ、お口のお腹はタピタピ。一回このせいで朝の4時半ぐらいに目覚めてうるせえって怒りました。ちょっと待って、でもそれあれじゃない、絶対真実だから。めっちゃ小さいと思う。でも立ってたんだよね。じゃあめっちゃ小さい声やった。はい、そして次です。車がうちらの横断待ってくれてんのに、ノロノロと歩きスマホしながら歩くんです。ベーとか鳴らされたらさ、大変じゃんね。相手の想像力、しゅんくん大事って言ってるじゃないですか。視聴者の皆さんにも相手の想像力大事って言ってるし、そして一人で笑い出す、なんかちょっとヤバい人って思われるから、ちょっといきなりなんかすごい笑い出すのちょっとびっくりしたな。いつ、いつ、いつ。なんかさっき、なんかしゅんくんがスタンフォードのお土産ショップに行ったんですけど、一人だけ先に水とお菓子買って、外でお菓子食べてくるねって言って、うちらがその後行った後に、一人で、なんかツイッターかな、なんか見ながら、すごい一人で、あって笑ってて、ちょっとびっくりしましたね。怪しい、ちょっと。ここら辺だとさ、やっぱ銃社会だとね、怪しいことしてるとすぐ撃たれてたりするから、本当に気をつけてください。覚えてないな、いつだろう、それ。笑ってるのも覚えてないですね。まあでもよくあるよね。今日ね、最後のアポで Google の本社に行ってきたんですけど、うん、Google のお土産ショップでですね、彼1時間ソファで爆睡して起きないんですよね。でもいくら起こしても起きなくて、あれ1時間経ってたんだ、本当に。そう、こうちゃんがちょっかい出したり、なんか私が体揺さぶったり、いろいろしたんですけど、本当に起きなかった。マジで意識なかった、それは。2人でソファーで待ってたもん。そうですね、お土産ショップだよね。うん、でもその結果ね、こちらにたどり着いたらスタンフォードビジットセンター閉まっていました。残念でした。はい、はい、次です。アメリカって入国審査すごく時間がかかるので、他の便が着く前にちゃんと並ばなきゃいけないんですよ。でちょうど私たちが着いた便がちょっと夕方ぐらいでラッシュで、なんかめちゃくちゃ降りてくる人がいたんですよね、飛行機から。他の便もたくさんあって、なのになんかしゅんくんは、うちらはさ、ほら
預け荷物だから歯ブラシをキャリーケースに入れてあったりとか服をキャリーケースに入れてたりしたのに、瞬間さ全部手荷物だから全部持ってるわけだから、30分ぐらいトイレから出てこなくって、その間にその30分間の間にどんどん飛行機が着いて、どんどん人が降りてきて、もううちら結局2時間半ぐらい入国審査かかって、でうちらねキャリーケース持ってたからさ、もうなくなってるかどうなくなってないか心配で心配で、でもそういうこともね絶対考えてないんですよ、多分ね、もうよぎらなかったと思います、相手の想像力。はい、次 LINE を見ない。で LINE を見なかったので、エアビで変なドア開けてホストに怒られる。違う、それはこうちゃん、それ共犯やな、共犯、それはこうちゃん、それは俺と俊やな。いや俺全く知らなかった、開閉装置を壊したりとかドア閉めなきゃいけないのに、一緒やんか。違う、知らない間になんか寝てたら起こされて指挟まったから俺は被害者。いやおかしいおかしい、1回負けたらお前、それは被害者。1回負けたら俊やから。はい、そしてですね、まあ俊くん、まあ時間管理をまあちょっと怠ってしまったり、まあ、私も頑張って管理はしてたんですけど、駐車場がねこっちはあまりなくって、駐車場を探したりしてるうちに、まあ、ちょっとアポの時間が迫ってきて、まあ、しゅんくんとね小野くんだけでも先に行ってほしいって時に、まあ、赤信号の間に降りるってことがあったんですよね。その時にバッグそのまま持ってけばいいのに、バッグからカメラと三脚だけ出そうとして、で青信号なんか早く早くって言ってるのに、ずっとバッグからあれがないこれがない、いやそのまま持ってけよって話じゃないですか。なのに、まあ、結局持ってきたんですけど、もうバッグを開けっぱなしで行って、もう Mac が出ててパソコンなのに、ハンドアで行き出したんですよ。いや、このまま行ったらマジで閉まらなかったんだよ。閉まらなかったじゃなくて、それはあなたがちゃんと荷物を座席の下に入れてなかったからですよね。バッグもちゃんと閉めてくださいね。で、ハンドアでもうずっと私がもうこうやって閉めながら、また次のね、必死に押さえてくれた、もう必死に押さえてドアを知りながら、本当にヤバかったよ。一番怒ってたね。あれすごかったね。ゆかしが一番怒ってた。もうね、もうガチ切れ仕掛けました。この度で一番怒ってた。ヤバかった。あれも話でした。京都がちゃんと荷物全部持ち歩いてますか？うん。偉い。偉い。そこからね、ちゃんと荷物、ちゃんと全部持ち歩いてっていうのになったらね、持ち歩いてくれました。で、なんかそのパスポートとかの入れ方もなんですけど、すぐ取り出せるようにとか言って、もうなんか服でわんさかパンパンのこの服でパンパンのトートバッグの上にふわっと置かれてなくなるぞって感じ。懐かしいな、1日目とかだよね。はい、帰りもね絶対にやると思います。やらないです。はい、そして次は車の使い方なんですけど、まずね飲み物をねそもそも飲みきらないんですよ。でそのね飲みかけを車の足元にずっと放置すんの。いやゴミぐらい捨てろよって感じ。え、じゃあゴミ捨ててねって言って持って帰ってねって言って、あの宿に持って帰るじゃないですか。そこに置いとくんですよ、捨てないんですよ。宿に持ってってねって言ったら宿に持ってくことしかしない、捨てない。はい、次、これは多分個人的な感想なんですけど、もしかしたらこうちゃんも感じたかもしれないですけど、足音がうるさい。そうなんだ。今2個目の宿が、なんか私は2段ベッドの下で寝てて、2人はキングベッドで、まあ、仲良く寝てるんですけど、俺は寝てない。なんで、まあ、私床とすごい距離が近くって、しゅんくんがこうちゃんはね多分結構ある、なんか多分床が床からの距離がすごい近いから、うん、と工事してくれてんよ、ね、マジうるせえの。そしてですね、これはなんか別に私たちはなんか別にすごいどうでもいいんですけど、まあ買いたてのねシリコンバレー NASA この素敵なポロシャツ何こぼしたんですか。いやこぼしてない、こぼしてない。もうね超汚いじゃん、買いたての服にもうねチョコレートとかコーヒーとか大量にこぼしていて、あやばい、あやばい、そうこぼしたって言ったらさ、なんかティッシュあげたりウェットティッシュあげなきゃいけないじゃん。もうねなんかね赤ちゃんかよって感じなんですよね。なんかそれをさ、うちら側が思うならいいじゃん、自分で、いや俺ほんと赤ちゃんみたいだよねみたいな、ほんと赤ちゃんに失礼だから言わないでほしい。で、まあ、駐車場とか地図案内をするのはね私たち分担しなきゃいけないんですけど、なんかしゅんくん右側の方の路上駐車で行く気は探して、私左側見るからって言った時に、
なんかその路上駐車の時ってなんかこう荷物を下ろす車じゃないとダメとかそういうのがいろいろ書いてあるんですよ。しゅんくんがすぐに言った言葉、俺目悪いから見えない。はっって感じですよね。ちょっとぐらいわかるじゃん、赤のカードがあったらなんかやばいだろうなとか。びっくりしちゃいました。はい、そうですね。あとから全体的に言えるんですけど、歩くのが遅い、とろい。なのに自分が大事な時だけ小走り。違う、それは遅刻した時とかやんか。遅刻した時とかトイレに行きたい時とかだよね。では次、例えばこういう風にスタンフォード来た時とかに、なんかこれからどっちに行くって時に、シュン君が適当にあっちこっちとか行くんですよ。あのね、調べないんですよ。で、なんかシュン君があっちって言ったらそこ心配になるじゃないですか。で、例えばスタンフォード観光スポットマップとか、なんかどっちにメインの通りがあるのかとか、なんかね、うちらがね、なんかいつも調べてね、人に調べさせるんですよ。なのに一番早く携帯の充電なくなるんですよね。意味わかんないですよね。昔充電させて、本当にモバイルバッテリーもさ、持ち歩かないからモバイルなバッテリーの意味がないよね。間違いない、はい、いや、モバイルバッテリーは持ってるんだよ。コードがなかったんだよ今日。意味ないですね。はい、そしてですね、これは多分身だしなみの部分だと思うんですけど、今回例えばいろんな方にご縁でね、訪問させていただいたんですけど、やっぱり身だしなみ大事だと思うの。でも本当にずっと気になるのが肌毛が出てるんですよ。初日からずっと。いや、俺もそう、それは直さなきゃいけない。ヒゲと鼻毛気をつけてください。はい、言いながらすごい思い出したのが、飛行機でなんかいっぱい寝る寝る、そのこっちでもすごい寝る寝るっていっぱい言ってるんですけど、飛行機で映画2本見るっていう、その僕とゆかしが寝てる間に、それはいいやん、真っ暗の間に、それはいいやん、隣でシュンが映画を見てこうチカチカして、あ、それちょっと2時間ごとにこうやって見て、あ、こいつ何見てんだろうって言ってすぐ寝るっていうね。それすごい迷惑でしたね。見させてくれよ、それは。ですし、よっしゃこれからだって時に、なんか眠いねは？寝てないからやん。なんかそういう感じでね、もう結構大変なこともあったんですけど、まあ無事にね、まあ終わってはまだないですけど、アポはね全部終わったんで良かったかなって思いました。何でもね、こう楽しかったのっていうのがね、はい、一番こういろいろ50個ぐらいね、はい、言ったけど、結局こう、まあ、楽しかった、そうですね、いっぱい笑ったんで、はい、まあ、今まで、ね、ここまではまあいい旅になったんじゃないかなと。ね、やっぱしゅんくんはなんだろう、やっぱりどこに行ってもみんな行動力あるって言うし、やっぱなんか今回一緒に来てもうよくこれで20年間生きてきたなみたいなってぐらい、やっぱいろいろすごいんですよ。だからやっぱビッグになるだろうから、もうねあのね、ちょっと惜しいんだよね。なので今多分この動画を見てくれてる視聴者の皆さんはきっとしゅんくんのことが大好きだと思いますし、きっと応援したいって思ってくれてると思うので、もししゅんくんに道のどこかで会った時に、あの、忘れ物してないとか聞いてあげてください。あの、みんなでね、しゅんくんがね、こう本当に素敵なサービスをね作れるように、はい、なんか私とこうちゃんももちろんですが、あの、視聴者の皆さんとかしゅんくんの周りのみんなで一生懸命頑張って応援していきたいなってやっぱり思います。ありがとうございます。すごい綺麗にまとめてくださってありがとうございます。頑張ります、もうちょっと。ということで、今日の動画はアリジェンスチャンネル登録お願いします。じゃあな。